エンブライルフェノム100車輪とフラップを展開したフェノム100エンブライルフェノム100はブラジルの航空機メーカーであるエンブライルが開発した長軽量ジェット機である。形式証明はエングマイナス500として受けた。2017年4月時点で37カ国で350機が使われている。正面から下から見た機体。直線翼がわかる。コックピットキャビンフェノム100は キャビン容積が7.985立方メートルで、高さ1.47メートル幅0.74メートルの、ドアと高さ36センチメートル幅30センチメートルの、窓を持ち、断面が、卵型の胴体をしている。余圧されていない、荷物室は1.56立方メートルある。構造寿命は、28000回の飛行か35000時間の飛行である。 機体の20%は複合材でできている。標準構成で4人の乗客を乗せられるが、オプションで1人分の横向きのシートとトイレ席を使うならば、最大7人の乗客と1人の乗員を乗せることができる。キャビンインテリアは、BMW グループのディス・インワークスッサが担当した。機体後部に、プラットホイットニーカナダ製の PW617 回。 ターボファンエンジンが2機、据えられている。このエンジンは、気温10度の時、7.5KN の離陸水力を持つ。また、二重化された、ファデックを持っており、自動水力調整機能により、離陸時にエンジントラブルが起きても、エンジン出力は 7.9KN まで増加する。後継モデルである PW617 回 E は、10分間の水力が 8.1KN になっている。 最大航続距離は、計4人が乗った状態で、2182km で、ある。2005年4月にエンブライルの取締役会は、超軽量ジェット機の開発を承認した。11月9日、NBAA の年次総会の際、この機は、フェノム100と名付けられると発表され、原寸大のモックアップも展示された。初飛行は2007年7月26日に、 ブラジルのサンジョゼドスカンポスで行われた。形式証明はブラジルの NCWA から2008年12月9日に受けた。最初のデリバリーは2008年12月24日に行われた。フェノム100シリーズ最初のモデル。フェノム 100E 多機能スポイラーを含む改良機。 フェノム 100EV エボリューション重量軽減と水力増大により12,497メートルへ上昇するのにかかる時間が33分から25分に短縮され高高度高温の空港での離陸滑走距離も2014メートルから1,726メートルに短縮された。また、ガーミン G3000 のタッチパネル型コックピットを備えている。 機体価格は449万5千ドルである。最初のデリバリーは2017年3月31日に行われた。機体は個人、企業、フラクショナル事業、チャーター事業、航空機管理事業、軍などで用いられている。2009年の価格は360万ドル。2015年の価格は416万ドルだった。フェノム100の 飛行コストは1マイルあたり2から3ドルとされる。パキスタンイギリスエンブライルは当初はフェノム100を2008年に15機、2009年に120から150機デリバリーする予定だったが2008年には2機しかデリバリーできず2009年の計画も97機に縮小された。エンブライルは2014年後半時点で30機の注文残を抱えていた。 すべてのフェノムの生産は2016年7月からフロリダ州メルボルンに移管されている。そこの設備は年に96機のフェノムと72機のレガシー500、450を生産できる見込みである。すでにその施設で2016年6月までに170機以上のフェノムが主にアメリカ市場に向けて生産された。 概要性能航空電子機器関連する、開発役割、構成、時代の機体が類似する機体 AB、ファーストフェナム100エグゼクティブ、ジェットパフォームズメイデンフライト、ソーン、ジョゼドスカンポス、エインブライター、26ジュライ2007、ABC、エインブライターデリバーズザファーストフェナム 100EV、ザエボリューションオブワンオブザインダストリー、エスベスト、セリングエントリー、 レベルビジネスジェッツ。エインブライター。エイプリル3。2017。ABC。ビジネスジェッツスペシフィケーションパフォーマンスデータ。ビジネスコマーシャルアビエーション。アビエーションウィーク。メイ2015。ABCDE。タイプ。サーティフィケートデータシートナンバー A59CE。FAA。エイプリル1。2015。ジョージ。フレット。パイロットレポート。 エインブライターフェナム 100E。アビエーションウィークスペーステクノロジー。AB マイクジェルザニックスフライトテストフェナム100ビルディングオン A レガシー。フライトグローブル AB ジョンクロフトエインブライターフェナム300ボールダービッグブラザー。フライトグローブル ABC ジェルザニックスマイクフライトテストエインブライターフェナム300。 フライトグローブル、エインブライターフェナム100パイロットレポート。ビジネスコマーシャルアビエーション、アビエーションウィーク、オクトーバー 2008AB、タービンパイロット、スリルフロムブラジル。アオパパイロット、1 1 2009エインブライターアーンズフェナム100セルタフィケーション。フライングマガジン、マーチ9、2009ジョンクロフト、ブラジルアプルーブスフェナム100ベリーライトジェット。 フライトグローブル、ワシントン DC、トーマス A ホーン、フェナムアップデート。アオパパイロット、PT-15、エインブライトアンベイルズ・インプルーブド・フェナム100、エボリューション。フライトグローバル、27、ジュライ2016、ミッションコスツフォーターボープロップスグレーターザン12,500ポンド、ゼッツレスザン2万ポンド。ディスウィークブリフィングス。 フライトグローブル30マーチ2009エインブライターメイクスファーストフォーイントゥパキスタン UK サインズメジャーディールフォーミリタリーエアクラフトトレーニングディフェンスニュース2フェブラリー 2016AB ジョージフレッド、パイロットレポートフライングエインブライター S フェナム 100E アビエーションウィークスペーステクノロジーチャドトロートベターエインブライタースターツレガシー450 500プロダクションイン・ US、アビエーション・インターナショナル・ニュース。ケイト・サース・フィールド・エイン・ブライター。オープンズ・レガシー・ファイナル・アッセンブリー・ファシリティ・イン。メルボルン。フライト・グローブル・ロンドン。2015・ゼネラル・アビエーション・スタティスティカル・ダタブック。アンド &2016 ・インダストリー・アウトルク。ゼネラル・アビエーション・マニファクチャラーズ・アソシエーション。2016・ジョン・クロフト。 フェナム100クラッシュイズファーストフェイタルフォーライトジェット。アビエーションウィークジョンクロフト NTSB ストールウォーニングサウンディドビフォーフェナム100クラッシュ。アビエーションウィークエアロダイナミックストールアンドロスオブコントロールデューリングアプローチエインブライターエンブ -500 エノ 100EQ ナショナルトランスポーテーションセーフティーボードジューン7 2016アクシデントレポートフェナム100ブロシュアエインブライター12時ライン2016 AB フェナム100エグゼクティブジェットパフォーマンスエインブライターありがとうございます